改めまして、あんな悲惨な状況どうして一斉のせいでやってしまったのか。どうも、陣内智則です。さあ、そして今回また、来てくれました光くんと海作です。お願いします。よろしくお願いします。そしてお二人に言いたいことあります。はい、一斉のせいで急上昇にありがとうございます。ありがとうございます。何なんあれマジで何なんこの光という人間は。やばいっすね、マジでやばいわ。あのちょっとからくりを説明してね、打診の方にまだポカーンとしてる人おるから、決心のね、打診ファンは何これって。ネタでもないしクソゲーでもないし、トークもないし、トークもないし、心霊スポット見てへんし何を見せられてんのっていう。どうしてあれが急上昇2位になったの。これはマジで光る采配というか。そうですね、もう、いや、我々ネタ人スタッフもね、これなんやねんって言ったこれなんやねん。一回編集してみて、一回編集して打ち合わせで、これなんやなんであの光るビッグチャンネルの光るとカジサックとコラボしてこれなんやねん最初2分ぐらい、2分半ぐらいって、あ、編集したすべて2分ぐらい、2分ぐらいなんやこれってなって、はい、こっちも、いや、じゃあ8分にしましょうかってなったの、一時ちょっと長めに、何か長めにいて、なぜこうなったのかっていうのを置いて8分にしとこうかみたいな、なったんけど、で、カジで一回連絡したの。そうなんです、一回来てるんですよ。カジ、カジ、カジっつって、はい、あの、これなんやこれ何やこれ、これどう思うって準備分からへんすぎひんよね。そうですね。ほんなら、いや、カジが、いや、僕もそう思うんですけど、ヒカロ君はこうおっしゃ言ってましたよ。ずるいっすね、立ち回り。何がや立ち回り。でも何がずるいの。ここ知らんかったのは、はい、俺は知らんかったのはあれだけで終わると思ってたの、はい、だから俺が帰った後に、はいはい、2人でこれがあの滑ってもなんか、まあ、バズってももう一回コラボしましょうって言ってくれてたな、はい、そう。で、俺はそれ知らんかったから、もう二度とね、ヒカル君とカジとも、こうコラボないと思ったから、これ どうやろうと思って。陣内さん知らんかったっけ。勝手に僕らが盛り上がっちゃったんですね。そうだ、はい、僕陣内さんいる時に喋ってると思ってた。俺は知らんかったよ。だからどうも8分にした方がと思って、いや、僕はしない方がいいと思いますよ、はい、みたいなことがあって、はい、で、ここでもちょっとね、プチもめしてね、プチもめしてね、さすがにネタ人見てる人は意味わかりませんよねみたいな何を言わっかけで、一応分かった、俺光くんに聞くわと。あ、もうこうなったら直接本人にね。で、俺はその2分半の動画を光くんに、はい、これどう思う光くんって俺送ったら、光くんからちょっと長いですねマママジかちょっと長いですよね僕はここでやめた方がすごくシュールだと思いますって来たの、ね、ほんでちゃんと動画のフェスも載せておきます。1分10秒のところで、これはここぐらいの方がシュールで面白いと思いますって来たの、ね、あ、面白い、ちょっと考えますって来たの、ね、俺はそこで陣内さんはなるほど、オッケーじゃなくて、ちょっと考え、なるほどなって言ってけど、了解でもちょっと考えますって送って、おいおいおい、来たぞ来たぞ見てくれ見てくれ、ヒカルカは会議でネタ人潰す気やぞなあ、みんなもびっくりしたんじゃないすの。いや、これやっぱヒカルさん乗りませんって。うわぁ、それでサムネ、はい、ほんでサムネをどうするで、ヒカル君のチャンネル見るんだけど、サムネもいろいろパターン、はい、なんかガチとか、はい、文言入れてヒカルカジサックコラボとか、なんやこれとか、いろんなパターンで5パターンぐらいな、はい、ほんで、あのヒカル君またあ、どう思うライエで、うん、はい、ほんならすぐに、いや、文字いらないと思います文字いらない文字もいらないのでも待てな、ちょ集まれって文字いらないなるやん文字いらんらしいよ。もうここまで来たもん、ヒカルさんのその会議めっちゃおもろそうっすよねで、1分10秒でもう文字なしでいきましょうと。あ、もうなったんですね。なって、いや、それはもうヒカル君が言うし、はい、ほんで言い出したのが、俺が7時だよ、配信俺からトップで、はい、トップバッターが一斉ノーセイだけで一番いいのかな、一番いいのかな、うわーって言って
1時半に竹谷武元、1時半に光くんが待ってる、その後に火事が待ってる、はい、僕ら対応ですわ。ほんでそのただの30分経った時のね、ネタ人の再生回数地獄やったからずっと滑ってんの30分間ちっさんマジびっくりした、俺びっくりしたよ、焦ったとこありますもんね。まあ、光くんどう思ったこれ、マジでやめやったんですよ、コメント欄ネタ人を見てくれた、見てました、公開後すぐ10分ぐらい見たんですよ。そりゃ気になりますわ、コメントは全く湧いてなかったんですよ怖くなりました。さすがにフィガルも怖くなった、ちょっと一旦、まあそうですね、一旦携帯閉じました、一旦忘れよう自分のプレミア公開に集中しようって思って最初の1時間はもう滑りっぱなしの意味わからんし、ただそっからの巻き返しですよ。いや、巻き返しすごかった、これすごいよな、気づいたらね、そっからうわーってコメント来て、そうですよ、気づいたら急上昇2位です、2位、そしてなんと私のチャンネルが1位を、1位で、なんで俺1位や1位よこせよ、そこは絶対ここや1位は、いやこれだからね、コメント2000件以上来てね、めっちゃ大絶賛の、グッドボタンなんかまた一番多い、再生数にあたり一番多かったですよ、確かに、グッドボタン確かにね、うん、だって何回も見て笑えるって言ってくれてるのね、でも僕も一番見てます、短い、見やすいんですよ、いや、すい、僕10回ぐらい見てますよ、正直あれ、結果そうなんのよ、はい、普通に把握してるから、次ここで上げるなって分かるやろ、はい、いやだから全てヒカルくんのアドバイス通りに、まあこっちはもう今回はやらせてもらったっていう、はい、分かってたんこうなるの、まあ、なんとなくはこうなるだろうなと思ってました。ほんますごいと思う、いやだからよかった、相談せんかった、あの時 LINE 交換しなかったらこうなってない、確かに、そうそうそう、 LINE 交換しなかったら俺なんか2分半ぐらいまた説明バー入れてサムネもなんかもうあがいてあがいてどうして一斉のせいでやってしまったのかみたいな、あがいてあがいてあの時どう思った、結構 LINE 来るな思った、まあそうっすね細かいなと思いましたね、そのこんな熱高いんだと思って YouTube 出してあいやいやそうでもそういうことっすよね、まあよかったよかった、何でもええわじゃなくてやっぱりネタ人を大事にしてるからそうだと思いましたよ、 YouTuber でもこんななかなかあ本当。俺で懸念したのはこれは最初やで、最初、はい、やっぱ意味わからなすぎて今ちょっと調子良かったから、はい、まあ、ちょっとあの離れていくかもしれませんと、はい、やっぱ登録者もでもしょうがないんじゃないですかって、これはでも後々までイカル君とか会社とかであるしそこでまた戻ってきてくれてええんちゃうって言ったら、はい、すぐ増えたよね、すごくそうですね、1万人バーン増えた、1万ぐらい増えましたね、これね、いやだからでも本当ヒカルファンが来られても、はい、ちょっと怖いな、なんでそんなことない、いやいやそんなあんなできひんもん、何がですの1000万持ってとかさ、はい、戻れてないっすねいやこれをやりだしたら逆に解除されますそんな戻れてないことは当たり前じゃないですか、はい、あとなんか光ファンってもうだからもう目が超えてるんやったって、光チャンネルを私たちは応援してきたっていう、はいはいはい、ガジサックチャンネルもそうやし、いや分かってないっすねここはね、あ本当？え結構優しいと思います僕のチャンネルのファンの人、本当？はい、陣内智則さんを好きになってるんで、いやそうそう好きになってるんで、あじゃあよかったわ、そうそうそう、いやだからこれは光る采配はバズバズだったね、完璧に本当に当たりましたね、で僕はなんか二段構成だったんで、ああこけても逆にそれがネタになって面白くなるっていう保険があったのもありましたね、うん、それがあったんで、ああああ、まあ、まあ自信持ってやりましたねお前今からいやいやいや自分のプレミアム公開に集中しようよはっきり言うてんの、自分がコラボ出てる動画でその作版に行ってあんな悲惨な状況でコラボしてるんですけどあまりにもひどかったんでそれさリアタイムで再生数バグってんのかなまあでもじわりじわり言うた通り見に来てくれて、そうですね、いやーだからああいうのあるんやね、いやーあります、あれはもう新しい試みでしたね僕にとっても、さすがやなってなりました、カジも思った思いました、僕の限界のお笑いは、うん、ヒカルさんとネタ人同時にでいいんちゃうかとか、で最初そうやってんな、はい、それもうボケじゃないですかある種ある種意味分からんな、片っぽ1分10秒で片っぽ1時間のトークですから、はい、トークで同時に出してないねんやもんね、その笑いがギリですわ、あんな一発目に竹槍でいいいいってあんた俺先輩に言わへんもん陽太もあれはやっぱすごい俺先輩滑らすわけにはいかへんから、ほんで2分30秒唯一こっちがつないやつを長いですその時のカットした映像を今この動画で流してほしいですよね、ああ
だそれも書いてあった。これを LINE で、 これをこれはもっと短くてこっちの方がいいんじゃないですか。でもこの残りの部分は後々コラボした時にこういうのをやったんですよっていうので流したらどうですかみたいな。作詞やなー、すげえなー、すごい。結構面白かったですよ、リステッド終わった後も。いやそうね、これだってあんま覚えてないですよ、俺かなり。100万っていうボケを全然気づいてへんのお前は。え、俺そうだったっすか。100万っていう領収書が、え、マジっすか。10万やと思って、たかやー言って10万やられたー。いや、ちょっと100万や、100万や使わんとってください。お会計持ってきてください。やめて、何持ってきたら。たかそう、笑えよお前、一斉のおせちゃんねん。笑えよお前。一応言うとちゃんと、ほんまに高いし。いや、お前、笑えよお前、一斉のおせちゃんねん。確かに、これ、これ、昨日、ヒカルさんのお誕生日でしたよね。いい、これは俺だぞ。もうこれは。これだぞ。いや、ほんま100万。あ、100万って書いてます。誰に誰に見てる。100、1000万、10万。100万です。100万です。じゃあ、負けたっすよ。はい、カジ、負けました。100万です。いやもうほんま俺10万円思って見せたわ。100万なんこれ。100万円未成年で負けたじゃないですか。お願いします。あ、何あれでしょ。100万と思ってやったじゃん。100万円じゃないやん。思ってんじゃないやん。だってこの動画で一本でやりますよ、1000万。普通に舐めてんすか、このチャンネル。おかしい、舐めてんすかって話じゃないですか。100万からかけないとあんなならないです、動画に。100万円で俺別のカードを使わなきゃいけない。ごめんなさいカード。あのかよ。そんなんありましたっけ。あれ結構長かった。めちゃくちゃ酔ってたんで。確かにな、幸せだったっすもん。飲んで楽しかった楽しかった。でもあの時はネタ人であんまイカル君でも初めてやん、こうやって。いや、そうなんですよ、改めまして。そうだ、そうよ、初めてました。ほぼ喋ってないですもん。ほぼ喋ってない。そうなんですよ、僕一世の選手が言ってない。だからちゃんとイカル君がちゃんとこう私たちのためにいろいろやってくれて。いやいや、ありがとうございます。いや嬉しいわ。いいですよ、ここもなんか繋がっていくといいですよ。いや嬉しかったです、コラボできたこと嬉しかった、やっぱり。しかも嬉しいが誕生日の日にさ、ツイッターでさ、そうあれはちょっと載しといて、ここにツイッター。ヒカルさん珍しかったね、なんか熱く語ってくれてツイッターで。まあまあまあ誕生日で、まあ部長俺とは言うてないけど、カジサックさんに感謝みたいな、会わせてくれてっていうのを、ああいうところってすごいよね。でも俺ヒカル君分かるわ。でも誰でも やってそうな人いるじゃないですか、うん、そういう風に。この人本当にやらないんで。あ、本当。もうやらない。俺見たことないですよ。もうこの間言われましたもん。こんな嬉しそうなヒカル久しぶりに見たっていうのがめっちゃありましたね。そうそうそう、だから本気でジンさんのこと大好きだった。あ、そうよ、ツイッターで見て。でも俺がそれもう言われへんやんか。俺とも言うたらあかんしさ。こっちには一線同線が残ってるからさ。一線同線が爆弾爆弾って書いてるからさ。不発爆弾。まあ反応もできんしやでちゃんと言うてくれてるとか思いながら。いや、これはもう定期的にまたやってくださいね。ぜひお願いします。ぜひぜひぜひ。いや、もっとヒカル君の話を聞きたいね、ネタ人のファンもいますし。何より本当にいろんな人が入ってきてくれてるんですね。そうですね。ぐるぐるっとなんか回った感じがするよね。そうですね。でまたそうやって新しい人々に届いてネタ人を補っていくんで、コラボってやっぱ大事なんですよね。確かに新規が入ってきますもんね。新規の人が入ってくるんで。そうね、ヒカルさんのファンの方がネタ人見て、うわやっぱめっちゃおもろい、ちょっと聞いて聞いてって友達呼ぶんですよ。そう、あ、なるほど、これが、うん、だから、まあ、今回ねイレギュラーでね、はい、配信させてもらってますけどね、はい、でこういうのだからすぐ来てくれたんで、ヒカル君が意味をちょっとちゃんと説明してくれるということで。これでようやくやわ。こんな動画ってありましたっけ。あの動画何やったっていう説明が。俺 YouTube 結構見てるけどあんまないっすよ。あんまないっすね。これ実はあの動画こうでした。でようやく説明してくれたんで、はい、じゃあありがとうございます。じゃあありがとうございます。いや本当に、じゃあまたこれからもお願いしますね。お願いします。で家事の方もね、はい、あるんですか今から。おそらくもう流れてると思います。流れてる。先手ですもんね。先手なんで。かけ歩いていいや。ヒカルチャンネルも楽しまってますんで、はい、はいはい、ということでヒカル君の解説です。ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。